さあ今日はね、思いついてちょっとね、小売店に、行ってこようかな小売店ね、行ってきたい、はい、で、小売店に行って、で、まあ、プラモデルをね、ちょっと何個か買いに行こうかなというところです。で、途中でね、寄ってくるんで、京都まで入れたら京都まで入れるようやったら京都まで入れるようやったら、まあ、ちょっとまた何個か店を寄ってみようかなというところですわ。昨日ね、昨日は朝まで、あるプラモデルを作っておりましてね、もうなんやねんこれみたいな、プラモデルの出来栄えのキットを触ってたせいでね、寝たのがね、朝の8時ぐらいまで起きてたのかな。で、8時ぐらいまで起きてて、で、朝8時に寝て、起きたんが1時半ぐらいっていうのを、1時半ぐらいに、起きまして、で、朝ごはん食べまして、で、あれよ、ちょっと思いついて、あれと思って、で、買い物に、行こうか。東京は3連休なんですよね、世間は。びっくりした、僕は。天皇誕生日が変わってるやんみたいな天皇誕生日が変わってるやんって、2月って連休2回もあったのみたいな。2月なんかもう仕事できひんやんね、こんだけ祝日とかが多かったら。28日しかない2月ぐらいで連休ばっかりやってたら、もう働く人の何、まあ正社員はいいよね、2月は少なくても、働く時間が少なくても給料はまあもうある程度もらえるわけやから。アルバイトとかの人とかやったら給料少なくなる月なんよな、2月は。1月2月は正月休んで、アルバイトの人がいて正月休んで、で、2月は日が足りひんから、2月3月の給料が少なくなるのよな、この時期なんかなと思いながら、今日一日ね、平日やったとしたらね、最大の効果がほんまにあらなあかんはずやろにやね。なんか一日プラス無駄に使うっていうの。で、今からあれですよ、買い物行って、で、買い物行ったついでにやんか、まあ、ちょっと灯油入れたりとか、ああだこうだみたいな変わってるよな、ほんまな。佐川さん全員集合やな。ね、氷のプラモデル屋さんとかはね、氷のプラモデル屋さんはね、あれよ、やっぱりね、店の得意分野があるのよな、氷店はね。店の人のね、好きなジャンルっていうのがあって、氷店の店の人の好みがあって、で、その好みが商品に反映されるから、だからその店の店主さんと仲良くしてると、まあね、珍しいものとかが、まあ、買いやすいっていうのかな、買えやすいっていう方があったのかな。で、今日もだから思いついて、今から移動や。だから京都の方に向かうね、京都向きっていうのがね、どうしても欲しいわけじゃないねんけどどうしても欲しいわけじゃないねんけどね、ちょっと気になることが何個かあって、で、今日はもうあれですよ、フィアットガソリン減らないから、で、来週
かな、来週ぐらいからはね、あのフィアットはまあそのまま、まあ置いとくんやけど、フィアット置いとくねんけど、あのあれあれ、あのマツダ、マツダの車が来るのよ、とうとうマツダの車がマツダ2が来るから、キャンピングカーも来週もしかしたら来んねんけど、あのマツダ2が来るから、マツダ2が来るから、そのマツダ2をやん、2を、うん、あのあれよ、マツダ2を、これから当分の間慣らしも兼ねて乗らなあかんから、でマツダ2をさせていただくことになるんでね。であと、来週かクライスラーのイプシロンも来るからね。クライスラーのイプシロンも来るから、来るから、うん、来ますよ。してるわけやん、ずっとその時時によっておる場所が変わってるなんかけど、その拠点じゃない固定で泊まれへんところに、今度はいてるようになるからね。住所もだからあれやね、あの住所も新しく取って、あの土地があるから土地に新しい住所を地番つけてね、で、あの車にあのポストつけて郵便物があったらここに持ってこいみたいなね。けどね、僕も考えることがあって、考えること考えてたことがあって、あの人ってね、例えば、まあ、サラリーマンでもいいねんけど、人ってまあ一生一生ね、哲学的な言い方だけど、人って一生生きてね、あの何を残すのかっていうところなんですよね。結局人間っていうのは生きてて、で生まれて、子供やって大人になって、で年いって、まあ、その人が亡くなるとするやん。だからその亡くなるまでの間にね、例えば
誰か人に対して影響力を与えたのかとかね、影響力を与えたのかとか、なんていうのかな、その人が亡くなっても、あ、これってあの人が持ってたやつやでみたいなもので、またそれが再活用されるのかとかって考えた時にね、何も残らないっていう人ってちょっと寂しいよね世の中生きてて その人が亡くなってね、何も残れへんみたいな、これはあかんやろうなと思うねんな。かといって何かがあっていうそんなこともないしなみたいなところですかみたいな。僕もだから他人事じゃないからね、昨日もちょっと出かけて、松田行った後おさやに人と会ってて、で、まあ、僕がね何かあった時って、何かあった時は僕の持ち物ってどうなんやろみたいなね、例えば車、僕の乗ってた車、これもそうやけどね、乗ってる車ってこれからどうなんやろ、なんでって言ったら、僕ら身内で車の免許持ってる人間いないからね身内で車持ってる人間いないから、車が僕が亡くなった時点で車は売られてしまう可能性が非常に高いっていうの、売られてしまうとか、オートバイね、最近全然乗れへんけど、オートバイとかも僕が亡くなったりとかしたあとオートバイどうすんねやろみたいな、切実だね。オートバイはね、一応、あともう1年切ったけど、55歳になった時点でオートバイはもう乗らなくなる、もしくは大きいオートバイ乗らなくなるから、次に乗ってくれる人に渡さなあかんねんな。もうオートバイさんには言ってあんねんけど、次に乗ってもらう人、オートバイをね乗ってもらう人探さなあかんねん。で、オートバイさんが言ってたんやけど、僕が持ってるオートバイは、新しいオートバイじゃないけど、価値が出てくるもんなんで、価値が出るオートバイなんで、なかなかお金的なものも難しいよねって言うから、いやいや僕もオートバイ乗らなくなったら、オートバイはあげるよって言ってあげるよって言ってんねんか、もう欲しいオートバイやったらあげるよって言って、であげるよって言って、大丈夫なんて言うから、いやいや僕が乗ってるっていうか、僕が所有した時にね、減価償却やな、そのものの価値っていうのは僕がもう減価償却してもう消費してるから、だからもう欲しい人がおったらそのままあげるって言って、その代わりその人が誰かに売ったりするっていうことをね、しないっていうことを約束させなあかんのが頭が痛い話題やでみたいな。オートバイなんかはね、趣味のジャンルでしかないもんやから。で、あとプラモデルやな、プラモデルとか、そうやね。ちなみにね、プラモデルとかに関してはね、プラモデルとかに関してはね、実は待ってごめん、資産やな、資産になるからやけど、プラモデルとかに関しては資産をね管理する会社を作ってるのよだからプラモデルも含めてやけど、プラモデル、あと夏川のプラモデル、あとオートバイとか車も、僕は買ったやつをみんな資産の管理する会社でも作って、でそこで、有効活用してもらうっていうのはあるね、あるある。だからそうやな、プラモデルとかもだから買い続けて買い続けて買い続けて、でもうギ
ブアップするまで買い続けて、僕が亡くなったら、それを今度うまく使ってくれるっていうのを今ねちょっと考えてるのよ。どうしたらいいのか。やっぱそうなるとね、やっぱり YouTube かなんかのメンバーシップはいるかなと思ってんねんな。YouTube のねメンバーシップかなんかで、あの僕に何かあった時にはその次の持ち主をもう紐付けっていうのかな、僕が言っている時は僕が持っとくんやけど、僕が亡くなった後の所有物は誰かに紐付けして、その人がそれをもらうっていうの、これはやっぱ一定数あるやろなって思ったりして。であと今お金をね、お金は天国まで持っていけない。まあ天国に行く前提やけど、天国まで持っていけないからお金は。だからもう使っとこうかみたいなちょっと流れやな今。もう持ってるお金は使い切って、終わるかなと思ってね今。物を買ってんのよ一生懸命。昨日もね腕時計、高級腕時計でも買おうかなとかと思ってやってんねんけどな。けどまたね高級腕時計でも買うかと思ったら、その高級腕時計が高級腕時計があのあれなのよ、またね迷うねやんか。昨日も何年かぶりやけどタグホイヤーの時計買おうかなと思ってタグホイヤーの時計買おうかなと思って、買おうかなどうしようかなとかと思ってんけど、結果として、決まれへんねんな。欲しいものがないから、タグホイヤーでも欲しい時計じゃなんか見当たれへんから、結局諦めて。でまあ今日買う、どうしても今日買わなあかんわけじゃないからみたいなところでまたね諦めたのよ。かといってな iPad、まあ、あるやん iPad ね、新しいの買うんだよ、使えてるやんとか、ノートパソコンあるしなとか、山でも買うみたいな。もうキャンプブーム終わってるやんみたいなね、とこもあってね。投資もいいかなってちょっと思ってたりもするんですけどね。人に投資してみようかなと思って最近ねちょっと思ってんのよ。人間やな、人に投資するっていうことをねちょっと考えてみようかなと思ってんのよ。人間に投資するわけやねん。だからこの人はおそらくこの人は可能性があるっていう人がおったら、その人に、まあまあなんですか、投資してみるみたいなね、じゃないけど、それもなかなかいないからな。こんなこと考えながら昨日夜中ねプラモデルつけながらずっと考えてたけど、で出来上がったプラモデルがまたね出来が悪いねんこれはな。めちゃめちゃ出来が悪くてね、出来上がったとかもチェックしたもんな。あこれ何やこれみたいな。後味悪いプラモデルやで。と言ったらこのままパーッとこう京都向きに見せかけてね、京都に見せかけて、パッと右に舵を切ったら高槻、大阪府高槻市やな、高槻にあるプラモデル行ってみようかなとか、小売店ねと思ったりもすんのよ。京都市内に入ろうかなみたいなところですわ。
定になってきてるな、ほぼバンダイのプラモデルってほんまに買えるようになった。欲しいとも思わないしね。古いやつだったら別やね。古いやつはね、現行でね、バンダイのプラモデルって買えへんな。まあ買ってるって言ったら、現行品で買ってるって言ったら、やっぱり圧倒的にタミヤやな。タミヤ、長谷川、あとウェーブとかやな。で、まあしゃあないけどマックスファクトリーみたいなところになってるのかな。後ろだから、あの後部座席や、フィアットの後部座席半分ぐらいパンパンになってるけどね。あのほとんど割合で言うたら、タミヤが 70% ぐらい、タミヤで 70% で、1個か2個バンダイ、長谷川、ウェーブとかその他やな、その他。レッスンはした状態で綺麗にできるのかなとかって思うんだけどな。あとあれや、マツダ2やね。マツダ2に300万使ってるもんな。マツダ2に300万、昨日見積もり書を見て、あの税制やな、税金の優遇措置がなくなったから新しく見積もり書がなってんだけど、300万やで、マツダ2に。まあ昔で言うマツダのデミオやけど、300万もかかってんねんみたいな。で、聞いてんけど、あのスポーツパッケージっていうの、スポーツパッケージにエンジンがディーゼルなんですよね。ディーゼルのエンジン積んであって、多分ね、あの大阪との往復で使うにはね、あのディーゼル の車はね、あの有効だと思うね。ガソリン安い、軽油やからね。軽油で走るからディーゼルは。
くはヨドバシやな、ヨドバシカメラでも行って、ヨドバシでなんか買い物して帰ってくるかな。そろそろ色も使わなあかんねんけどな。色使って行かなあかんねんけど、こうやってね、僕も思いつきやけど、あっち行ったりこっち行ったりしてんねんけどね、行くとね、多分ね、何かある何かあるね、多分行ったらっておそらくある、おそらくあるって言い方が、で、あとね、最近ちょっと自覚あるのがね、あんまりにも夜が寒かったら、夜がね、あんまりにも寒かったらね、睡眠が取れへんっていうのかな。朝にかけてずーっと起きてて、で朝寝たって言ったら、1階で猫と一緒に寝とったもんな猫と一緒に寝とってん、ずっと猫と一緒に寝とって、あったかいね、猫と一緒に寝とってあったかくてね、もうでも幸せみたいな感じになってて、であれやんか、気がついたらお昼まで寝たのな、朝から寝て、夜中がね、3時ぐらいかな、夜中の3時ぐらいから時計がね、もう3時やんとかって、朝のね3時やんってなったら、もう朝の3時から猫にご飯やられへんからね、で結果としてしゃあないから、もう6時ぐらいまで起きて明るくなったぐらいに猫にご飯だけやって、でそっから俺寝るでとか言って、猫がいてるストーブついてる部屋あったかいから、そこで寝て、であれや、熟睡やな、熟睡したとしたら今だからさ、ね、起きて朝の6時ぐらいの時やったら耳鳴りがすんねんけどもね、耳鳴りがやっぱ睡眠時間ちゃんと取ったら耳鳴りがしないのよな、やっぱり。そっから、ね、思いついてこれやねんな、またわーって言って、でまたなんか買って帰ってくるねみたいな
直感でね、今日はこっちに行くべきやっていうあれが直感がね働くね。あのあれやな、広角機動隊やったっけ。広角機動隊じゃないけどね、あの僕の中のゴーストがね僕の中のゴーストがね、あのあれやね、あの京都市内の方に向かってね、買い物に行けって言ってんだよ京都市内に買い物に行けって言ってる。多分なんかね、ある。
今月からかな、さらにまたお金が貯まっていくのよ。さらに貯まっていって、1年でね、だいたい100万ぐらいのお金が貯まってくるね、これから。その口座は新しくやで。それまでやったらまあ何万円単位でお金が増えててんけど、今月からやな、10万ぐらいずっと、だから1年間でしたらだいたい100万ぐらいのお金がね、溜まってくんねん。これが溜まってくんねん、ずっと。でどうしようかなと思ってさ1年間で100万ぐらいのお金がね、ある銀行口座ずっと溜まってくる、お金が。でこの前やな、1000万お金出したわね、あれ1000万のお金出したわ、あれ、建て替えてたお金が返ってきたんやな、あれ建て替えてたお金が返ってきたんですよ。で銀行でいうペイオフが怖いからペイオフ知らない人多いな昨日松田でも言ったな、ペイオフ知らんねんって言って、嘘やろとかって、ペイオフ知らんのみたいな、いてんねん、やっぱペイオフ知らない人いてんねんけど、普通預金口座やな。普通預金の口座って1人1口座の原則っていうのがあって、金融機関で1人1口座の原則で、僕やったらね、って言うかもしれんけど、UFJ やな、メガバンクでいう UFJ にね、実は口座がね、1,2,3,4 口座あんねん。 UFJ4 口座あんねん、 UFJ に。けどね、4口座あんねんけど、ペイオフって言われるやつを使なった場合、銀行が破綻した時に日本政府が保証してくれるんでね、1人1口座の原則から言ったら、 UFJ で4口座っても、1000万までしか保証してくれんねん。で、あとそうやな、例えば三井住友とかリソナとかもそうやねん、口座持ってんねんけど、1000万以上保証してくれへんねん、潰れても。で、あとまあ地方銀行やな、地銀って言われる地方銀行もそうやねん、ペイオフやった場合、1000万超えたら、預金口座残高が1000万超えたらね、保証してくれないのよ、政府が。ほんだらね、どうすんねんって言ったら、いろんな銀行に預金を、まあ、散らばしとかなあかんわけやねんな、預金を、銀行預金散らばしとかなあかんねんけど、今回ね、信用金庫、僕もある人が勧められて、信用金庫、江戸浅井君とか言って、信用金庫はなんか言うてね、信用金庫は小回りが効いていいからとかって言うから、信用金庫2つやったかな、2つぐらい信用金庫作ったのよ、口座作ってんけど、大阪の信用金庫で口座作っても、大阪で信用金庫で口座作ってもね、京都にいてたらね、信用金庫って全然小回り効けへんのよな大阪おったら小回り効くんやけど、京都にいてる方が多かったら、信用金庫にお金置いててもね、小回りが効けへんねや、全然。ほんで、先週、先々週ぐらいからね、もう悪いけど、信用金庫やめようか思うねん、言うて、信用金庫のように言うてしたら、ほんだらもう、わーとかって、いやー、もうそんなやめといてくださいとか言い出して、で、それやったら、口座からお金抜くでって言ってね、さっきの話戻んねんけど、ペイオフあれやんって言って、ペイオフ考えたら1000万以上お金置いてる意味がないから、1000万以上置いてる意味がないから、もう口座からお金出すでって言って、全部出すって言ったら、やめてくださいとかって言うねん、信用金庫はね。で、それやったら、どこの銀行も均等に1000万以上やな、1000万以上預金残高があんねやったら、もう預金残高の上の部分だけ、全部1000万以上ある預金残高全部もハブってっていうのをバ
か集めたんが、上積みだけやな、切ったんがね、上積みだけ切って、集めたんがこの前 の1000万の束やね、あれ。一つにまとめて、一つにまとめたら、たまたま1000万ちょいやってんやん、1000万ちょいやったから、1000万出して、で、一回ちょっと札で見たいからって言ってやったんがあれやね、ドカーンってやった1000万の束やね。で、あと、キャンピングカー引き受けるとか、駐車場をきれいにしたいから、車止めてるとこきれいにしたいからっていうので、造成するためにやっぱお金がいるからって言って結局、5000万を出したのが1000万の後全部で、5000万ほど出したのよ。銀行出した銀行はね、指紋認証で本人確認ができたら、確かに振り込みは ATM で500万までできんねん、振り込みが500万までできんねんけど、で出し入れはいつ何かで、ね、何ぼでもできんねん。でそこに集めて出して、で5000万出して、であと土地の工事やなとか全部するからって言って、で全部、割り振ってきたんや、お金をな。今知らない人おるんやろな、ペイオフ。昨日もだから松田に行った時もね、その話してねんけど知らないんだよな、営業マンの人が。あ、田舎ではペイオフ関係ないやろ。営業の仕事してる人でそういういろんなこと知らないっていうのは、話どこで盛り上がるとこがあんねやろと思うねんけどな、話の盛り上がるところが。僕から言うてやで、ね、昨日が言ってて、あれもさ、ね、だからもう現金で持っててもね、預貯金かなんかで置いてても、預貯金で置いてても、あれやね、預貯金で置いててももう僕が何かあった時にそのお金って、まあ口座凍結されてで最終的にはあれや、相続になった時に不利益が出る、不利益が。だからもう物にするかして、使い切ってしまおうみたいな。お金ね、使い切って、もう死んだ時はお金あれへんみたいな、まあ、生命保険入ってるからお金出てくるはずやねんけど、試しにね、郵便局やったかな、郵便局行って国債、日本の借金の国債を買おうかって言ってたけど、今すごいよ、国債って 0.4 しかあれんの、10年預けて利息が 0.4% やで、国債って。0.47 って言って、10年国債で、うっそやんとか言うで、ね、これちょっと専門的やから分からへんと俺やるけど、10年国債で 0.47 って日本の国の利息って少ないよなとか言って、だからそんな話してたんや。ほんで普通やで、今保険会社どんなんなってるのか知らんけどね、国内製法とか分からへんけど、今僕が知ってる限り日本のね、国内製法で、日本の保険会社の国内製法でね、だいたい利率やな、預かってるお金の利息ってね、今でもね下がったなーって言っても、日本の保険会社の利率って多分ね、予定利率ってね 1. 何倍あるはずやね。
僕があの現役やった頃はね、保険会社の予定利率って言ったら 2.何パーあんねん、 2.何パーセントは多然な。でバブル期の頃やったら、バブルが平成に入ったぐらいのバブル期の頃やったら保険会社の予定利率って 7から8%あったんやで、7から8%。だから預かってる保険料の、 あの利息っていうのが 7% から 8% ついたことがあるのよ。だからね、昭和から平成に入るぐらいの時やったら、昭和から平成に入る頃やったらね、1億円やな。昭和から平成の頃やったら1億ね、あの現金で持ってたら、銀行に1億預けとったら、1億銀行に預けとったらね、多分ね利息で飯が食えたはずやね。これ昔から昭和の頃言われたフレーズだよな、あれ。1億円億万長者って言うやん。億万長者じゃないけど、あの1億円現金であの銀行に預けたら利息だけで飯が食えたはずやね。今は1億預けても利息なんかあれへんやん。1億預けても利息なんかあれへんやん。その前に億万長者言えへんやん今。そやよな、億万長者っていう人おいないからね。でこの前もあれ話しとって、今あのお金持ちの人ってね、お金すごい持ってる人いてるやんか。お金持ちの人って今どうしてんのか、そのお金すごい持ってる人。おそらくね、お金持ちの人はね、銀行にお金預けてないはずやねん。預けてもなんぼにもなれへんから、うん、あんまりそれ言うとね、あのお金持ちの家の人に強盗入ったら困るからあれやけど、僕の予測やったら多分ね、お金持ちの人はね、あのお金は多分ね、銀行に預けんと持ってるんじゃないのかな。タンス預金みたいな感じでどっかに置いてるっていうの。確かにね、僕知ってる人で言っててんけどね、僕の知ってる人やったらね、家すごいセキュリティの高い家やけど、家にやっぱ3000万から5000万ぐらい置いてる人おったで。おったおった、現金でな、持ってあんねん、ずっと家に、うん、その代わりセキュリティがすごいね、家な。僕はまあ悪いけどお金持ちじゃないけど、多分ね、銀行にお金預けて、銀行にねお金預けて、多分得することは多分ないと思うわ。今やったら銀行にお金預けても得すること多分ないね。特にこれから先、マイナンバーやな、マイナンバーと銀行口座が紐付けされたら、マイナンバーで銀行口座が紐付けされたら、その人がいくらお金持ってんのかっていうのが日本政府が続けないわけやんかね。マイナンバーができた、マイナンバーで銀行口座管理されたら、そう考えたらね、やっぱマイナンバーいらんで。僕だからね、マイナンバーカード持ってないんやんか。作る気もないねんけど。それとあとマイナンバーと、あとあれ、そうやね、マイナンバーと作れへんね。でなんでって言われたら、ゆくゆくやで、デジタル庁で銀行口座とマイナンバーの番号が紐付けされたらね、不利益しか被れへんって言って、だから作れへんね、マイナンバー。多分ね、当たってんね。それとあと、あったんが言ってたんがね、コロナのワクチンも僕注射1回も打ってないよな。コロナワクチンの注射も1回も打ってないね、コロナワクチン注射。なんでって言ったら、体にわけわからんもん入れたくないからっていうのが理由でね、コロナワクチンも固くなに拒絶して、結局、1回もワクチン注射受けてない。どうやねんみたいな。なんかな、
かあった時にやで、僕に何かあった時に、どれぐらいの、結構リアルに聞かれる、どれぐらいの、まあ物が残ってんのかやな、お金になるもんが、僕が持ってるものがね、どれぐらいの価値のあるもんが僕のがなくなった後出てくるのかっていうのはね、わからないで、わからないで、あっきのそういやね、アルファロメオの車検が帰ってけえへんかってんけどね、アルファロメオの車検出せてんけど、なんか言ってたな、ステアリングやったかな、アルファロメオのステアリングからオイルがちょっと漏れてるらしいね、アルファロメオステアリングにからオイルがちょっと漏れてるらしくてね、うっそやんとか言うて、綺麗にちゃんとしてたのにとか言ってるけど、それでちょっと時間かかるらしいねんか、でできんやったらって言ってね、できんやったらもう、ついでやからタイミングベルト、イタリア車定番やからね、タイミングベルトで、あとエンジンオイルで、あとセレスピード、ゲート式のこのミッションね、フィアットもそうやねんけど、ゲート式ミッションのエンジン、ギアオイルも変えといてって言って、ゲート式のミッションオイルも変えといてくれるとかやで、で、あとあれ、タイミングベルトも変えてもらって、個人でも変えれるらしいねんな、アルファロメオとか時代のやつは、上んとこパカッと開けて、パカッと開けて、そのベルト交換するだけらしいねんけどね、もうついだけやっといてって言って、タイミングベルト交換してもらって、もうけどそうやな、パワーステのねオイルが漏れてんのはなんでやろうな、そんなに雑に扱ってるわけじゃないねんけどな、アルファロメオは。んで車検いくらぐらいかかんのって言ったら、まだ分かれへんって言って、怖いね、あんなこと言われたらいくらかかるか分かれへん、まだ計算してないからみたいな。ただね、言ってたんが、配線やな、電気関係の配線はね、やっぱりイタリア車ってちょっといい加減なんかな、配線がね、断線してるとこがあるんだったな、センサーユニットに、だからセンサーユニットについてるとこが断線してるから、エラーコードが出たりするねんって、あれで、あれも一回ちょっと配線探ってみるって言ってたから、まああれやったらもう一回全部1から全部変えてくれた方が、電気系統の配線はね、全部変えてくれていいんやったら変えてもいいよって言ってお金があっても、その方が安心やったね。なのよ。さあ、これとか京丹後からなんだろうな、ここ。京丹後。
誕生日やってていつから天皇誕生日やねん今日みたいなカレンダー見ないからね俺はね、カレンダーとか時計見ない生活してるというか知らんけど、うっそやんって明日、天皇誕生日って、いつから2月になったのみたいなこれね、3日間ぐらいロスするねんか。今日金曜日でしょ。金曜日で天皇誕生日やられたら土日もあそ、あ、何もできへんやん。郵便送ったり連絡取るのもあの今日1日だけのロスやったらいいけど、土日がひっついたらやで、連休ばっかり作ってきて何もできへんからやな。あこれ夜内で早く何の建物そんでもな、昨日プラモデル買ってきたけどなあ、まともなもんがない言ったもんな、店の人も。買い取ったやつでまともなもんがないねんって言って、違うって言って買い取るプラモデルがまともじゃなく、まともなもんがないじゃなくって、まともじゃないもん買い取るからこんなことなんねんみたいな今日言ってたやん、あかんやんこれとか言って、組み立て途中やとか袋が開いてるとかってやってんのずっと言い続けてんねんけど、最近ねまともなやつがなくってって言うから、ないんじゃなくって、そんなね便品やな、そんな便品で問題のあるもん買い取るから、そんな問題のあるもんばっかり持ってくる人が増えんねやみたいな、こう当たってんねんこれ、昨日もそんな人って呼んで、参考までに言ってあげるけどね、僕が持ってるプラモデルやな、ずっと集めてるプラモデルはおかしなもんないでって言って、おかしなもんがほとんどないからって言って、分かってて買うことはあってもね、おかしなもんって買ってからおかしいみたいなもんなんかないって言って、ちゃんと買うときにちゃんと見ひんからやんみたいな、んでねぎられんねんな、ねぎってやられんねん、あいつ。確かにね、リサイクルショップやな、二次流通品の品質はね、明らかに落ちてる、で、ゆとり世代の人が店で働いてるからかな、ゆとり世代の人が働くようになってからか知らんけど、袋が開いてるとかあんま気にしないっていうの、俺めっちゃ気になるんでって言ってすごく気になるって言って、袋が開いてるとかね、純正じゃない再製品やとかっていうのはすっごい気になんねみたいな、ちょっとどうかしてるぜみたいな20点ほど買ってんねんけど、21点やったかな、21点に、20万ぐらい払ってんのに商品けえへんでみたいなけえへんで、リサイクルやったらトレジャーファクトリーがひどかったな、11分の9やね、無料品が11分の9で、ハードオフもひどかったけど、店頭で買わなあかん店やろって、ハードオフはね。だから店で確認しなかったらもう買ったらあかん店なんやんって、ハードオフ。って言いながら、全部残りもね、途中でもうめんどくさくなって言いながら、めんどくさいからキャンセルしたはずやのに、ハードオフ。キャンセルしたはずのプラモデルが、なんと、
一個だけね、キャンセルしたはずやのにね、発送しとんねん、ハードオフが。うっせやろって、昨日かな、夜、見たら、メールんとこのマークがハードオフになってんねやんか。とか思って、ハードオフ全部キャンセルしたやんと思ったのに、知らんと送ってきてんねん。あーみたいな。あかんで。キャンセルしたはずやのに送ってきててね、値段はって言ったら、まあまあ安いね、やっぱりね。定価割り込んでるぐらい安いねんけど、もうまた中見てね、文句言わなあかんのか思ったらゾッとすんねんけど、完品やな、ちゃんとしたもんやったら、あのね、お得やねん、すっごい。すっごいお得。電話しようかな。ちょっと電話してみよう。